うっす、浜家です。何気ない漁ということで、今鯛が取れてるんで、鯛をね、今日取りに行きたいと思います。網仕掛けてもうすぐ来るっていう感じで行きましょう。で、長靴は当然冬はボテがましいやつで、カッパを持って行きたいと思います。さあ頑張って鯛を取るぞ。はい、じゃあライフジャケットをつけて、いつものようにカッパを、じゃあ行きます。はい、じゃあ冬は寒いんでチョーク引っ張ってエンジンをかけていきます。馬力もちょっと上げてね。エンジン始動。じゃあ出航していきます。はい、じゃあいつもの無人島にやってきました。で、今日は久しぶりに太田くんが乗ってきてくれてるので、この GoPro じゃなくてピンマイクをつけてこれで状態でやっていきます。この撮影は久しぶりですね。このスタイルは結構喋らんといかんからね、それを考えたりするのが大変です。で、今日はですね、6日の潮で、で今満ち潮って言って潮がね満ちてる時で、結構ね流れてるんですよ。だから網やってもうそのまま待たずにすぐ食って魚がかかるのかやっていきたいと思います。はい、じゃあいつもの灯台を海賊王に俺はなる。じゃあ網入れていきます。多分結構網流れると思います。よし、じゃあ行こう。ウィーンとねやっていきます。片網はこうやってもつれるんですよね。だからもつれを直してあげないと網がぐちゃってなってそこで魚がかからないんで、もつれは直しながらやっていきましょう。で、海で潮速いの見るときにああいうのを見てください。こんな感じで潮とね、潮がぶつかってなんか波がそこだけ変に立ってたりするんですよ。こういうので見極めます。さあ網くりが終了しました。じゃあ今からですね、あちらの旗に向けて速攻走って速攻を繰り始めたいと思います。ここからちょっとノーカットでいきましょう。まあ、ノーカットじゃないとカットしたらね、まるでなんかやっぱ待ってたのかよってなっちゃうんで、今網やり終わりました。じゃあ急いで向かっていきましょう。ピューッと生配信でございます。配信してないけど。で、なんでね、その網やってすぐでも、普通縦網っていうのは網振らしておいてマズメって言って、魚がこう動いてかかる時間入れておいて、でそれで魚が取れるんですけど、今潮が速いから多分網がね勝手にちょっと動いちゃうんですよね。それでかかるんじゃないかなって思ってて、まあこれでもう取れることは前分かってるので。おじいさんは絶対夜に行ってましたけど、僕はあんま暗いの好きじゃないんで、できれば朝前行きたいなと思って朝やってみたら、この間いたんですよね。それでまあいればいいんですけど。じゃあ向かっていきます。はい、到着。網が流れると思ったんですけど、ここはあんまり潮の流れは速くないですね。潮の流れが速かったらこの受けが波を切るんですけど、全然今切ってないんで、ここは全く潮が動いてないことが分かります。でもさっき向こうは潮速かったんで、まあ多少は網の方は流れてるんじゃないかな。この起点が流れてないだけで。じゃあ網食っていきます。よいしょ。さあ果たして魚はかかっているのか。なんかこんだけ流れんかったらあんまりかかっている気もしません。で、めっちゃいいとこやりたかったんですけど、今日は釣り人の人がいたんで、そこは一旦のけて
いるかいないかわからないとこ今やっており、適当にやりました。まあ無人島なんですけどね。さあ早速網が上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。食ってまいりましょう。おっと早速ねじてるし磯にかかってるな。網はすごい重たいです。おなんか来たと思ったら石ですね。網やった直後でもやっぱ潮が速いからこうやって石がかかるんだと思います。こういう石を外しておかないと網やるときに引っかかるんで外しておきます。うわー石ゾーンやな。石ゾーン突入。うわー石ばっかり。石もひどいときはほんと鈴なりになってきますから、これはまだマシな方ですと思ったら結構石が来てますね。うわーやるんじゃなかった。やってすぐですよ。石がかかったから流れなかったのかもしれない。網がちょっと石は一旦出しておきます。石ゾーン終わりました。さあここから魚を期待しましょう。さあ何か来るかな。まあ、流れてることは分かってるんで魚がいれば多分かかると思うんですけど、果たしてどうなのかといったところですね。さあ何も上がってきません。はい、あれから20分何も来ませんでしたが、ようやく1匹目来ました。上げていきましょう。でかっ、でかい、いい鯛だ。いや数はおらんかったけど、ようやくマシナンが1匹取れましたね。なかなかいい鯛ですね。外し方は入り口を探す、網の一番上からへぐっていくというやり方です。これがね簡単そうに見えてなかなかねやってみると難しいという。皆さんはもう僕のチャンネル何回も見てるからもう覚えたかもしれません。じゃあ外していきましょう。これもね結構イレギュラーなかかり方、王道のかかり方してるやつ、イレギュラーなかかり方してるやつがあって、これは結構簡単でしたね。はい、出口が見つかりました。よいしょ、その鯛がよいしょ、はいこちら、いい鯛だ。で深いところから上がってきた魚って水圧の関係で上の方に行くと水圧がなくなるんで、こうやってお腹の中に空気がたまります。こちらのお腹の空気をこちらの空気抜きで抜いてあげて、で空気をへくらましてから生け間の中で生かしておきます。そのうちね直立します。で網ももう残りすぐそこですが、上げていきましょう。多分もういないでしょうね。でも1匹いたらその近くにはいることは多いです。おじいさんと行ってる時はこういう作業を1日、まあ魚が取れながら3番とかするわけですよね。で夜中の12時とかに網に鯛がかかりすぎて無理ってなった時に持って帰って外すわけですよ。1時間2時間かけて、で終わったと思ったらもう1枚行くかって言われたりとかね。若い頃もおじいさんの元で結構苦労は した思い出があります。おじいさんも86歳までは現役でバリバリ沖行ってたんですけど、もうねさすがに今は行ってないです。さあもう終わりそうです。こっちの方はさっきと違ってちょっと受けが波を切ってますね。まあ潮が軽く流れてたんでしょう。あんまり真っ昼間にやってももしかしたら魚が餌とか食うために動いて浮上してるからかからないのかもしれないですね。まあいろんな言い訳を並べつつ網くりが終了しました。残念、抱えたのは大量の負債だけですね。今からそれを外すのめんどくさいです。じゃあこの石ころを外して、もう一番別の場所やっていきたいと思います。はい、じゃあ移動してもう一番やりたいと思います。はい、じゃあ移動してきました。2日前に取れたとこです。これでいなかったらあんまりその明るくなってきたら取れないということですね。もう今昼前近いんで、これで取れなかったら諦めて朝早く行くか夜中行くか夕方行くかです。じゃあ2番目やっていきます。はい、じゃあ2番目終了しました。やるのがね、じゃあすぐそのまま行きたいと思います。結構前の受けがちょっと流れてますね。あれめちゃくちゃ丘でやったんですけど、だいぶ沖に出てるっていうことは潮で流されてるんですよ。
こんな流れてはなかった。なんか散ってた釣り人の人たちがちょっと集まってきたの。さあ網を巻いていきましょう。次こそは取れるはず。全然流れてないな。網やるにまあ10分ぐらいかかるんですけど、だいたい10メーター流れてるってとこですね。さあ鉛が来て網が上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。はい、じゃあ1匹目来ました。クロダイで、そこに海苔の養殖場があるんですけど、このクロダイとかタイとかって今って養殖場の海苔を食べてるんで臭みなくて甘いんですよ。なんか変に磯回りの丘の方のタイとかチヌって海藻食べてて海藻磯臭い場合があるんですけど、もうここらで取れるタイとかチヌはもう海苔とかって僕勝手にブランドつけてるんですけど、それぐらい美味しいです。ただそれがね食害とかって言って海苔を食い散らかされるんで結構問題に今全国的になってます。その原因は何なのかって言われると、海水温の上昇とか、あと魚が海苔のうまさを覚えたみたいなんていうのもあるのかなって感じですね。まあこうやって話はしてますが一向に魚は来ません。一応ねこう見た感じ、まあだいぶ流れてるんですよ。30メーター引かないぐらい、50メーターぐらい網が流れてるんですけど、それでも魚がいないということはやっぱりあんま昼間にやっても良くないのかなっていう感じですね。あったかいからいいんですけどね、この季節。冬とかもう寒すぎて手が、僕末端冷え性なんでこういう手袋も履いてるんですけど凍えちゃうんですよ。あとおじいさんと行ってた時、おじいさん自分だけねエンジンの中でなんか手袋温めたりしてね、ずるいんですよね。僕もそこからもう無理やりそこの温めるとこがあるんですけど、そこで温めたりはしてましたけど、まあ今はもう一人でやっててぬくい手袋もありますし、なんとかいけます。はい、じゃあ2匹目タイ、まあぼちぼちといったところでしょうか。小さいけど、はい、でまたタイ、ちっちゃいね。小さいけどかかることにはかかってる。ちょっと魚が死んじゃうんで先外しておきます。もう小さいのはね網の目から抜けます。よいしょ。チヌはニッパチがうまいって言われててめちゃくちゃ超えてます。よし、じゃあいけるタイは生かしておいて、ババババで小さいタイはリリース。早っ。はい、じゃあ結構いいタイが来た。結構いいタイだ。結構いいタイだけど磯にかかって重て。お、また来た。チヌチヌ、こっちこっち。さあカメラマンが追いついてこれないスピードだ。よし、この調子でバンバン来い。やっぱ潮が流れてると潮で網がこう言ったら引っ張られるんで、潮上から食ってたら網が軽いんですよ。でも潮下行くと網が言ったら船の下にこう向こうに引っ張られるのを引っ張ってあげてこないといけないんで網が重たいんですね。今の説明でちょっと分かるか分かんないんですけど。あ、コブダイだ。珍しい、こんなとこで。わお、珍しい、こんなとこでコブダイ来ました。おまけにこれ見て、多分圧で内臓が飛び出てる。まあでも魚って全然死なないんですよね。網で外してたら内臓が引っこ抜けちゃうことあるんですけど、それでも魚ってなかなか死なないし、で冬のコブダイ結構超えてますね。美味しそう。コブダイってね普通にうまいんですけど、僕はあんま食べる気しない。ビジュアル的にボラはねなんぼでも食えるんですけど、コブダイだけはなんか昔から苦手ですね。はい、カサゴですね。こちらカサゴ、目ん玉が圧で水圧が薄くなって飛び出てます。カサゴがかかるということは、まあ磯がここら辺あるんだろうなって予想はできます。はい、でまたまだいい。よいしょ。で磯かかってる。お、またなんか来た。はい、ちっちゃいな。磯周りのタイはとってちっこい、ちっこいちっこい。またなんか来た。またタイだ。いや、全部逃がすサイズだ。あ、これも逃がすサイズだ。うわー、いたら手のひらサイズのタイですね。これじゃあダメだ。
はい、で大好物来た、カワハギだ。なかなかでかい。カワハギのオスです。これオスはこのこういうビラビラがねついてるんですよ。ビラビラついてるんだったら逆だろうとも思いますけどね。出た、近い。あ、なんか来た、タイ、またちっこい。お、またタイちっこい。タイ古代しかいねえじゃん。もう網も残り少ないし、やっぱ昼間はダメなのかな。潮は流れてるんですけどね。はい、じゃあ終了しました。全然ダメですね。とりあえず今日は一旦諦めて、ちょっと夕方は用事があるんで、明後日かぐらいの朝に昔再チャレンジです。その頃は潮がとろいんですよね。まあとろいのはいいんですけど、降らしとく分にはすぐ来る分にはどうかなっていう。ふう、はい、じゃあ回収してこれらの魚を外していきます。はい、じゃあ取れたこちら小さいタイたちは逃がします。じゃあみんな大好き水中映像とお届け。大きくなって帰ってこい。じゃあな、帰りたくない人たち帰ってった。じゃあ一旦帰りたいと思います。はい、じゃあ帰ってきました。取れたやつを出していきましょう。まずはコブダイとかなどなど、それからタイとチヌがこれだけです。少ねえ。これじゃあ大した金額にはなりません、タイだけに。じゃあ生かしていきます。よいしょ、よいしょ。でこのハギもめちゃくちゃいいハギだな。これ腹パンめっちゃうまそう。よし、でコブダイは逃がして、じゃあ帰って次もチャレンジしたいと思います。ぴょーん。はい、次の日です。今現在マダラとくつろいでおります。やっぱまずめにやらないとねダメだと思うんで、夕方ちょっと行こうかなと思います。諦めないぞ。おろ、ゴロンは、あ、ゴロンできた。あ、いい子じゃねー。いいか。はい、じゃあ、港というかポイントやってきました。で今から、まあ、まだ諦めきれずやってすぐ食って、これも最後です。で今回はゴークラでいきたいと思います。レッツゴー。はい、2回やって諦めきれなかった私は、次はユーマズメを狙って3回目の挑戦をしていきたいと思います。3回目もですね、同じように網を入れてすぐに巻いていきます。果たして魚は取れるのでしょうか、かかるのでしょうか。まあこの見た感じ、今海見た感じですね、そこまで潮が流れているようには見えません。すぐ網をやって、網を今ですねやったやり始めの方に向かっていきます。見てください、潮がですね右から左にほんの少しだけ流れているのが見受けられます。だいたい10メートルか20メートルか流れていたような記憶がございます。なるべくですね一発撮りで取り収めたいのでよくですね喋ると言いますか、まあ間違いなく喋っていきましょう。さあ3回目網が上がってきましたと同時にですね、早くもチヌが やってきました。幸先がいい時はやっぱりこう取れるという期待がですね高まります。そしてウマヅラハギですね。この時は多分ねいつだったかな、2月の初めぐらい、あ、1月の半ば頃ですね。でもう2月今なってると、この動画公開する頃になってるかなと思うんですけれども、ウマヅラハギが本当にいません。今のウマヅラハギはですね、妊娠する前のウマヅラハギで結構ですね、いいやつは肝もたくさん入ってるし、まあ、何より身が非常に美味しいです。でタイも来ました。またタイですね。タイが続々と来ております。もうこの時期はタイとチヌしかいないから、あ、ほんで海苔を、養殖場の海苔をいっぱい食べているので、お腹の中は海苔と空気だらけです。なんで空気が減るかというと、深いところから、ここら水深がだいたい 3,40 メートルあるんですけど、そこの水深より上の方が水深がないので、お腹の中のなんだろう、気圧がこう膨張してお腹が膨らむみたいな感じになります。
まあ、だから生かすときにですね、空気を抜いてあげないといけません。口からもノリが見えます。このように今の、僕が取るタイとチヌはノリをたくさん食べて非常に美味しいです。勝手にですね、ノリ台とかって言ってブランドを、もうブランドにもなってないかもしれないんですけど、僕個人の中ではブランド化しています。で、磯とかで取れるタイってたまにね、磯臭かったりするんですよ。だからタイとか、まあ、養殖魚もそうなんですけど、やっぱり食べるものによってその身の味とかですね、匂いっていうものが非常に変わってきます。じゃあ海苔を食べたらどうなるのかっていうと、海苔を食べるとですね、なんかこう甘くなって、臭みとかも全くないです。タイがもう続々と来ております。で、ボラとかいるじゃないですか。あれってなんか臭いイメージあると思うんですけど、実際に川とかで取れるボラってやっぱりね、匂いがつくんですよ。まあ、それはやっぱ食べるもんとか育ってる水質とかで、僕が取る海ボラは全然臭くなくて美味しいです。さあ、外も暗くなってきました。タイとかを、溜まったものを第一陣生かしていきましょう。まあ、冬とはいえですね、ずっと網にかけたままだとやっぱり死んでしまうので、途中途中あのように網を止めながら外して巻いていきたいと思います。さあ、話すことがなくなってきました。南下生ですね、秋の頃だったらですね、オニオコゼとかウマヅラハギ、それからメイタガレイ、マカレイ、ヒラメなどなどたくさん取れたので、話すことはたくさんあったんですけれども、今はタイしか取れませんから、まあ、あのあれですね、あ、と言ったらヒラメが来ました。で、ヒラメはですね、あの2月のヒラメが正直一番超えてて美味しいです。まあ、1月でもですね、かなり超えております。さあ笑うしかないですね。笑ってごまかすという癖が昔からついているので、もう笑うしかありません。なんだろうな、そういえばこの間ですね、全国放送のロケが来てまして、そのロケでとある人物を乗せていきました。まあ、芸人さんだったんですけど、やっぱ芸人さんっていうのはですね、非常に面白いというか、まあ、面白いですね。やっぱカメラが回ればこう疲れていても元気だし、あ、こういう、まあ、こういうのあんま言い過ぎちゃうと、なんだろうな、キャラ作ってるとかって言われちゃうかもしれないんで、そのお話はこれぐらいにしておきましょう。まあ、テレビの放送を皆さんお楽しみにしておいてください。さあ、その後もタイがパラパラと来ております。これもうやってすぐ食ってこれですからね。だから置いとけば、多分もうまずめにかけてあと 2,3 時間置いとけばかなりの量が取れたんじゃないかなと思います。ただやっぱ潮早いとこっていうのはですね、縦網を入れておくとどうしても流れちゃって、こう大きな磯とかにかかっちゃうんですよ。磯って何かっていうと、まあ、岩の大きな山の不動とか、こうケンシロウが岩を切り取って肩で持ったりすると思うんですけど、あんな感じの岩がですね、海の底にあったりとか、あと大きな石とかがあったりして、それが網にねかかっちゃうんですね。だからうまいことその外れる方向に引っ張らないと、かかって無理やり引っ張ると破れて網がボロボロになっちゃう。この網も30万しますからね、あんまりあれです。さあ、暑そうですね。やっぱ40メーターにもなるとね、潮も流れてますし、網が非常に重たいです。3点ローラーとかって言って、もっとですね、ローラーの方に網の来る力、負荷をかけられることもできるんですけど、あんまり無茶苦茶なやつにするとそれこそ網がボロボロになってしまうので、この1点のローラーだけでやっております。さあ、タイが全部外し終わりました。ぼちぼち取れたといったところでしょうか。わずか1時間ぐらいにしては上等な量かなと思います。で、一応ですね、このようにお腹の中の空気を入れて抜いておきます。昔僕の家ではですね、腹の横に穴開けて抜いてたんですよ。でも僕がね、 YouTube ができた頃に、この穴から抜くの、あ、で、この空気抜きの穴はですね、こうやって空気を抜いておかないと、あの目が詰まっちゃって空気が抜けないんですよ。非常に味はまずいんですけれども、頑張ってやっております。さあ、残りも少なくなってきました。そろそろおしゃべりはおしまいにしましょう。あ、小さいやつは逃がします。リリース大きくなって帰ってきてください。はい、2番目と同じとこやったんですが、なんかね、タイが取れました。やっぱね、あのマズメがいいと思います。昼間になると多分タイが浮いてるんでしょうね。そんな感じでまあまあいたので帰ります。取れた量を後から。 See you。Thank you.
はい、じゃあこれだけ取れました。まあ上等ですね。ウマヅラハギもいます。じゃあ空気抜きながら入れていきます。はい、じゃあさばくシーンはねちょっと割愛したんですけど、見てください、このさばいた鯛。もうね、身がすっごい分厚くてめちゃくちゃ綺麗です。海苔を食べた鯛ですね。こちらちょっと血合い骨取って、こちらに塩を振って、でまず身の方を取ります。こうした方が反り返りが少なくて済む気がする。軽く炙って、で包丁を当てながら炙っていく。よし、 OK。 めちゃくちゃうまそうに炙れました。でこれを豪快に切って、でこのうまそうな身いただきます。うわ、綺麗な、輝いてる。いただきます。エビですね、本当にプリプリでめちゃくちゃ甘い。こんなとこでしてるのに臭みとか一切ないし、漁師の醍醐味ですね。最高だ。まあとりあえず帰ってこれでゆっくり晩酌して、明日市場行きます。果たしてあの一瞬でいくらになるのか。おやすみ。はい、皆さんおはようございます。朝の5時ですね。歯を磨いております。顔動かすと早いよ。今から都行って魚をねもう一回行きたいと思います。今日はイカ引きをもう一回行こうかな。さよならするなよ幼い弟。はい、じゃあ市場の準備にやってきました。まずですね、魚鯛を生かしていくために水を入れて、はあのカゴに貼って、カゴじゃないわ、発泡スチロールの入れ物に貼っておきます。で夏だったらですね、水を冷やさないといけないんですけど、やっぱ冬はもう水温がですね、魚が非常になる元気になる温度15度ぐらいが近くなってますので、水を冷やす必要はありません。まあ、確かなんですけど15度ぐらいが魚が一番元気な時だったと思います。で、あのブクブクは何で入れるかっていうと、魚が酸欠になるのを防ぐためです。まあ、僕ら人間もですね、酸素を必要としていますが、同じように魚もですね、酸素が必要になります。すごいね、小さな箱にやっぱたくさんの魚を入れると酸素を入れてあげないとですね、すぐに酸欠になります。で酸素ってどうやって水に取り込まれるかっていうと、あの言うたら表面、空気と接してる表面から取り込まれるんですよ。だからですね、一応酸素ブクブク入れなくても空気の水の中って酸素取り込まれていくんですよね、あの表面が出てるからでブクブクを入れて、あの表面、泡の表面積をめっちゃ増やしてあげることで、確か空気をねそこから取り込ませるみたいな感じだったと思います。間違ってたらごめんなさい。タイも生かして、ヒラメも生かして、ウマヅラハギも生かして、船での作業は終了です。そしたらもう急に市場ですね。市場行く準備のとこは取れてなかったです。市場に到着したので魚を出していきます。でこのようにですね、一旦全部出して、3キロ箱っていう魚を市場で出荷する箱に同じ大きさに分けて入れていきます。大きさがまばらだったらですね、お魚屋さんもやっぱ使いにくいので、その大きさに合わせて魚を入れていくのが大事になります。やっぱね、こんだけの量締めていかなかったらですね締め取ってほしいとは言われました。僕もちょっとあの締めるめんどくさいなと思って生かしていったんですけど、まあ、そこはやっぱり買い手と売り手、需要に合わせたように、今回は締める方が得策だったかもしれません。これを出荷していきます。こちらが市場です。それではお家の方にレッツゴー、帰りましょう。
はい、というわけで市場から帰ってきて軽トラ洗って終了しました。で、まあ、あの一瞬でですね、まあ、1万5000円だったんですよ、結果は。まあ、それぐらい取れたら上等かなと思います。というわけで皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。それじゃあ。